これです、これ。こうやって。ダイブですね。ダイブ。何ですか？おお、トランプもできますけど、今日はここで。
ね、あの今日ゼロ回今日ね、0回含めて1回目っていうことで今いろいろ話してましたけども、まあ何だろうね、これからやっぱりほら Facebook を結構パブリックにしていくってことを考えると、どうしても何だろうな、佐賀さんが名古屋でで東京もあるんで、東京は実はやっぱり西村さんのね、キマインターナショナルが中心になって今運営してますので、そこも含めて、全体の中で調和を取っていくというのが僕は大事だと思う。だけど、佐賀さんは言い出しっぺでね、こうやってやっていただいているというのもあるので、ぜひね、こういうのをどんどん続けていってもらいたいと思います。だから1回目、2回目、3回目ということもあるので、でもそれは今今日ここにいるみんながやっぱ協力していただけるっていうのがやっぱ大事だなと思ってますね。1回目は滑らないフェイスブックで0回はうまくいきましたけども、1回目これをうまく載せることがすごく次大事だと思いますので、ぜひですね、なんだろう、やっぱりコンセプトね、1回しっかり固めて、中長期的にこういうものが本当に草の根で広がっているってことを僕はやっぱやっていきたいなと思います。で、皆さんもそういう気持ちがあってここに来ていただいていると思いますので、ぜひそういう心にをね、大事にして僕はそこから広げていきたいなと思います。なので、なんだろう、1回目やるやる、やんないじゃなくて、1回目は2回目、3回目につなげるために今こういうことやろうってことをみんなでここでね、協力いただける方はそういう形でコメントを。で、まあ今回はこういう14日にやったことを今回ね、医療会ってことをやってましたけども、今日はね、坂田さんは発起人としてすごく感謝しています。どうもありがとうございます。あとそれから基盤インターナショナルさんね、これは、ここがなかったら何も東京できなかったと思います。でも皆さんの周りもあったけど、ここは改めてね、皆さんで拍手でね、基盤インターナショナルさん本当にありがとうございます。タイムシフトさんは もちろん基盤インターナショナルさんと一緒にこういろんなことやってます。まあここをね、含めて1回目につなげていきたいと思いますので、皆さんもぜひ自然な形でやっていきたいと思います。で、坂田さんが無理くりこう1回目を作るんじゃなくて、みんな自然に作る、でもそのためにはみんなの協力が必要だと思いますので、ぜひいろんな方の協力が必要だと思います。もしどなたが今日ここでちょっと一言言いたいなという方いらっしゃれば、どうぞどうぞ。いや、難しい話じゃないんですが、今日ここで失礼します。皆さんに、ご相談したいことがあるんですが、ゼロ回の映像をユーストリームではアーカイブ化されていないんですね。ライブストリームの方では アーカイブ化してあるんですが、ユーストリームの方はいろいろな事情をしてないんです。ただ、映像当日撮ったものはもう編集済みのものがありまして、でもアーカイブ化できる作業は済んであるんですね、実は。で、さらに一部工藤さんのスピーチの時に音声がオフになった部分とかもちゃんと修正したものがあるので、完璧版があるんです。で、それを夜中にこっそりアーカイブ化することも可能だったんですけれども、できればどうせなら当日会場にいた人も家とかでこう再放送という形でみんなでワイワイ、あ、こうだったよねってこう楽しみながら、公開アーカイブ放送のような形で一度近日中にできれば、まあ、土曜日日曜日がいいと思うんですけれども、ユーストリームの結局アクセス数が多いっていう意見が結構来てたんですよ。でユーストリームでもアーカイブが見れたらいいんじゃないですかっていう声があったんです。そこでまあ西村社長がおっしゃることも でそういうこともあったので、ライブストリームは Facebook とつながっているので、ライブストリームでのアーカイブはもうすでに終わっているんですね。ただ、ユーストリームでも見たいっていう声
声も実際はある。ここを皆さんと一度こうご相談させていただきたいなと思いまして、今日この場をお借りしてお話しさせていただいてるんですが、 Facebook っていうサービス、 Twitter というサービス、 Ustream というサービス、まあ、バラバラで Facebook だから他は、ね、使いにくいのか、いや Facebook だからこそ他は使った方がいいのか、皆さんその意見というかどういう方向性に持っていけばいいのかなって、すごく私だけでは決めれないことですし、どうしたものかな、何かこうお考えをお持ちの方いらっしゃれば、もしくは坂田さんがもう「いややろうよ」って言ってくださればもうやろうと思って。私は単純に複合でニュースもあってライブストリームもあってっていう形でやっていきたいなと。強いと思います。だからこの場合の目的がどこにあるのかというと、接触面積を増やすということをやるならば、やった方がいいと思いますけど。実際にデータ分析すると、ユーストリームってツイッターの次に流動率が高いですよね。なので、Facebook サミットって言いながら、実は流動率高いのはツイッターとユーストリームなので、複合のソーシャルメディアを使うっていうイベントだというふうに考えれば、アーカイブして出すべきだと僕は思って、実はコミュニケーションの動画特集を作ったら、アクセス数が増えたんですよ、ファンページ。やっぱりみんな見たいですよ、イベントで起こったこと。あとユーストリーム限らずどこから来ても出入りしてしまえばいい、社会に向けて団結しようというのが YouTube にもアップすればいいし、ユーストリームにアップすればいいし、まあ、ファンページでお知らせするべきだと思いますけどね。それをファンページに集めていけばいいんですか。みんな信じられないわけじゃないですよ。ファンページで1月7日に正式な西村さんと田中君が来て、その時16人だったんですよ。で、イベントやって終わった時に480人で、今510人超えてるんですよ。1週間ですよ。僕、1週間で500人超えたページあんまり知らないので、そういう意味ではそれなりに注目されたイベントであるなという事実。では、まあ、方法としては、ユーストリームのアーカイブ化と、あとは YouTube で、まあ、公開をする。で、多分 YouTube、普通のアカウントだと、制限が15分制限、短いものがある。で、まあ、開放されたアカウントだと、長時間。木村さん、15分開放されてないんですか？開放されてます。はい、そこ使えば大丈夫です。大丈夫です。どうせならさらに今500何人、じゃあこれがひょっとしたら再放送で盛り上がれば600人を超すかもしれないわけですね。であれば、まあ、土曜日か日曜日か皆さんがこう都合がいい日にちで再放送ということで、こういうのやったんだ、で1回目はこうするぞっていうのをこう打ち出せると強いですよね。打ち出すっていうことは、アーカイブを配信するだけではなく、その宣言を誰かがするライブもプラスアルファであるっていう。まあ、技術的には可能ですし、だから配信しながらのやつを坂田さんが突っ込みを入れる。副音声です。副音声。副音声。これ、その職場ってチップでやった職場だよね。この時トイレに行って。裏番組表にいて、家でないんでしょ。